もこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、長野県の渋温泉に来ております。渋温泉観光編はですね、概要欄 URL より一度ご覧いただいてから、またこちらに来ていただけたら非常に嬉しいです。今日この後は旅館に戻って、温泉に入って、また夜の渋温泉に来れたら来るという流れを取ろうかなと思っておりまして、人がね全然いないんですよ。でも起きてるのかっていうぐらい人がいなくて、夜お店やってんのかなっていう不安があるんですけど、その辺は情報を集めつつ、また夜ぜひ来てみたいなと思っております。じゃあ旅館に向かいます。ピッ。ああ、猿が目の前を、猿が、宿までもう少しです。いや、知らない街歩くのほんと楽しかった。到着しました。本日宿泊の島屋さんでございます。ではチェックインします。部屋着きました。これ普通にコスパいいっすよ。広いし綺麗。でトイレ、ウォシュレット付きであって、風呂もついてる部屋にしました。トイレはねついてないと不安ですね。これはいい。やっと一息つけました。すぐ温泉入ろうかなって思ったんですけど、もう今日歩きっぱなし動きっぱなし疲れちゃって、温泉入るか軽く寝るかのどちらかにしようかなと思います。布団でぼーっとしてたらもう午後5時になっちゃいました。急いで温泉に入って夜の渋温泉に行かなければ。温泉でございます。楽しみにしてたぞ。温泉入ってきました。源泉かけ流しなのかな。もう湯が熱くて、薄めてたら気がついたらもう時間来てたんで、ゆっくりもせず出ました。のぼせました。では今から夜の渋温泉に向かいます。いろいろですね、情報不足でした。まあ調べたつもりではいたんですけど、本日泊まってる宿が湯田中温泉方面なんですよね、どちらかというと。なので明日は渋温泉の方にある、宿なので、明日は渋温泉近いんですけど、今日はね結構遠いんですよ。だから本当は湯田中温泉近くの繁華街っていうんですかね、その辺を歩き回るのがいいかもしれないですけど、まあ今日お昼湯田中温泉じゃない、いや渋温泉歩き回って、明日もしかしたら天気悪いんで、今のうちに渋温泉の夜を堪能してみたいなという思いもありますので、渋温泉までまた歩きます。遠いよ。お寿司屋さん発見しました。こういう地元のお寿司屋さん行ったことないんで、行ってみるのもありなんですが、今日はやっぱり渋温泉の方の居酒屋さん行きたいですね。で、もともと行こうとしていた2店舗がお休みだったんですね、急遽。なのでお店探しからまたやり直しなので、まあまあそれはそれで楽しいんですけどね。あとは何よりも渋温泉の夜の雰囲気を味わえればいいですね。とりあえず着きました。まあこの辺りだとまだ人気はないと思います。もっと奥まで歩いてみます。か
変わりましたね、やはり夜はガラッと雰囲気が、もうオレンジ色の光があるだけでだいぶ良くなる。あ、ここからは廃墟ゾーンかな。おそらくですね、これでもまだ明かりはついてない方だと思うんですよね。こちらがちなみに本日、行く予定だった、レストランですね。こちらが本日行きたいレストランじゃない、居酒屋さんですね。で、居酒屋さん入る前に一応金具屋さんのライトアップだけ見に行こうかなと思います。で、またその後に、下温泉の探索をします。金具屋さん着きました。さすがにすごいですね。これ営業してないですよね、この雰囲気は。ちなみにですね、ここに来るまで今のところ、すれ違った人数ゼロですね。貸し切りだぜ、渋温泉やったぜ。いいですよ、こちらの店全部個室になってるんで、いいわ、落ち着く。ジュビーレ行かせていただきやす。芝高原ペールエールいただきやす。チーズポテトと唐揚げですけど、これね、伝わらないと思うんですけど、すげえ量多いっす。3人前ぐらいあるな、これ。ホタテの卵とじ、こちらもうまそう。そして最後に手羽先の塩焼き、これもかなりでかい。ごちそうさまでした。よかったです、非常によかったです。店が綺麗で、酒の氷の量が少なかったりとか、個室だったりだとか、お店が綺麗だったりとか、その辺を考えると非常にコスパいいのかなと思いました。このね、個室ね、すごい好きなんですよ。個室がいいんですよね。あんまり騒がしいの好きじゃないんですよ、観光地行っても。なので個室はね、重宝したいですね。風が強い。では帰りに酔いざまし程度にですね、渋温泉を散歩してまた宿に戻りますか。現在午後の9時ぐらいですかね。もう本当に人気はないです。こんなに人気ないと思わなかった。この店が噂のちょっくんさんですね。
もう Google 評価圧倒的。こちらの射的屋さん、午後11時までやってるそうですけど、平日のこのもう明らかに誰も来なさそうな雰囲気でもやってるのが本当に尊敬します。宿近くまでワープしました。今日は本当は渋温泉に泊まるための前泊で松本か長野駅近辺に、ビジネスホテルか、ビジネスホテルに泊まって前泊しようと思ってたんですよ。だけど長野駅近辺に来るぐらいだったら渋まで行っちゃおうという決断をしまして、天気がいい中とかくしと渋温泉の観光ができたので本当に来てよかったなって思ってます。明日天気が悪くなるようだったらなおさらですね。本当来てよかった。今日頑張って、部屋着きました。今日は本当頑張った、楽しみきったよ。ゆっくりして温泉入って、今日は酒飲むかな、もう速攻寝ちゃうかもしれないですね。ゆっくりします。温泉入ってきました。もう今日は疲れました。いつもはこの後晩酌を楽しんで寝ておりますけれども、今日はこのビール一杯だけ飲んでパパッと寝ます。それではおやすみなさーい。おはようございます。朝です。やばい、もう8時過ぎちゃってる。もう寝坊気味ですね。疲れすぎて完全爆睡でした。急いで、温泉入りに行って朝食を食べて出る準備しなければ。温泉出ました。気持ちよすぎて朝風呂、この感覚たまらないですよね。そして昨晩ですね、いつもだったら開けてるこのお酒たちが今日は新品のまま残っておりますので、また本日疲れてなければ晩酌楽しみたいですね。早く朝ごはん食べないと。そして本日宿泊している島屋さんですけれども、この中心の赤い点の位置なんですね。この周りに温泉街、温泉がたくさんあるんですね。知らなかった。星川温泉、湯田中温泉、網代温泉、小波温泉、そして右側のこっちが渋温泉ということで、中心ぐらいにあって動くには動きやすい位置にあるんだなっていうことをですね、気づかされましたね。渋温泉まで約ね 1.2、3キロかな、15分20分は歩くかもしれないですけど、慣れました。朝の味噌汁いただきます。ではチェックアウトします。本日もですね、渋温泉に宿を取ってますので、渋温泉の観光をゆっくりとしたいと思います。昨日はもう朝から晩まで観光でちょっと疲れちゃいましたので、今日は余裕を持って、楽しめたらいいなと思っております。この辺で動画は締めさせていただいて、今日は地獄谷園に行ってみようかと思いますので、そちらの動画はまた概要欄より後日アップさせていただきますので、そちらをご覧いただけたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。地獄谷公園入口 1.6 キロ。ここさっき来なかった？あれ？ある日、ある日、森の中、森の中、熊さんに、熊さんに出会った、出会った。